はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう。諸君大戦第8試合アフレコ実況というわけでですね、若干マイクに不備がありまして、ちょっとね、動画を撮るモチベーションがあまりなくて、というかもうさすがにちょっとキーンってなったりとかノイジーすぎて嫌だなと思ったんで、マイクが新しくなってから撮りたいと思ってたんでね、はい、続きを撮っていきたいと思うところでございます。今回のお相手も諸葛さんですね。いつもありがとうございますというわけ で今回の私のデッキは、まあ、やりたかっただけです。リンシちゃんからのカンフジン、どっちでもいいか、カンフジンからのリンシ、まあ、リンシちゃんでもどっちでもいいんですけど、うん、とりあえずね、カンフジンが強化されたよっていうね、まあ、バージョンも今 2.5.1E まで行ったのかな、急遽いろいろね、加工位と賃貸と、土用に、テコ入れ入ってそこまで行ったんですけど、まあ結構ね、だいぶ1ヶ月前になっちゃうのかな、もう動画がね、うん、あと先日ね、ちょっとこの動画で言うのもなんなんですけど、官軍大戦にもご参加いただきね、ありがとうございましたということでね、皆さんね、はい、というわけで官軍大戦の動画も早く上げたいので、結構巻きでというか、できればね、1日1本ぐらいは、上げていきますのでね、はい、というわけで、お相手の諸葛さんのデッキがですね、まあ、砲塔ですね。私も砲塔をね、使おうと思ったんですけど、忘れてました。石杖はね、やっぱり、なんか何パターンかあって、うん。砲塔でもね、割と理想的な計略ではあるんですよね。回復するんでね。はい、というのを見ていきましょうか。どれくらいちょっと生きたかな。まあ、しかも、計略の効果とかはね、バージョンが古いんで。うん、人がいっぱい。金ちゃん、どこ行ったんだろう。はい。まあ、私、結局そのコンボはね、考えたんですけど、まあ、とりあえず柵を多めで、とりあえずね、ダブルで巻いたいから柵を多めにしたんですけど、だけど、もうやった後ね、何も考えないですよ、このレッジにして。で、相変わらずですが、見慣れないカードとかを使ってるので、誰が誰だか分かってないです。危うい。こういう時はね、なんかやっぱ投手みたいなね、キャッチオブリティ4名がいると安心しますね。これを反映にしたんで、UH がそんな高くないで、序盤は柵守れたらいいなというところですね。あとは内乱取られなければいいかなと思います。こうやって大木が、報道する。それで、コハンが遊んでるんですよ。ハマったとコースを打ち合っているわけですから、失敗しちゃった。これ柵はでも結構守れたかなというところですかね。このコートをなんとかうまく倒してしまうなんていう欲を出したんですけど、2人使いましたね。はい、慌てることはないと。で、敷き溜めてからダブル舞いをしてよしっていう。で、守るために将軍の方を選んだんですけど、いいんっていうぐらい、あんまり回復前だって大丈夫、私が癒してあげる。回復の割が強化されたということでね、この状態で回復量の回復間隔が短くなったので今使って、回復間隔、確かにでも回復間隔早くなったんだけど、回復量はもうつぶしって感じですけど、高中の兵力見てるとそこまで劇的な回復量持ってないですね。どうしてもやってる時全然続かなかったんだけど、リンジをダブル前のダブル前のまず入れた。あそこは王子王子ちゃんのホテルではね、さあ死なないように。これはもう明らかに狙ったんですよね。砲塔が前に出てるってことは砲塔が死ぬ前にギリギリぐらいで石杖が飛んでくるんですね。我が魂を踏み込む手に必勝せよ。これ厄介ですよね。さあ見届けよう。でここで石杖をやることないんで、はい、やります。もうただやりたかっただけというのが正解なので、もうこの対処ここで待っても対処にならないっていうのは分かってるんですけど、参りたかったらいいです。やるよって多分やらないから、あでもここで佐々木さんが下がってくださったんですね。でもヘルヘルヘル工事で工事さまかに打たれてるだけで防御力で打ち合ってるのに、まあ減るよね、熱持ってる工事さんは。あれマジで回らないのかな、まあ一回回るのやめたのかな、ここは回らなかったんですよ。でもどうしよう、これ悩んでますね。あ、大丈夫かな、これ。
ションは大丈夫、僕も大丈夫かな、僕は大丈夫かな。己の戦を積む、まあ、とりあえずダブル前のために今一生懸命盤面をねキープしようとしてるので、これはもう無理やりアドレスコーチで正解になったから、うん、エリーシャン真上の押しでやめたので、これ一回一旦ね、これ終わった後にエリーシャンマイクでいきますね。決定なんですよね、これね。このコンボってまあロマンはあるんだけど、うん、ロマンだけど、で私右側にご飯をおしっぱにしたんですよ。やりました、満足です。でとりあえず、最大兵力が上がるというところね。ここで回復の、最大値がいい感じになるんですけど、でも思ったよりもカンフジンの感覚短くなったけど、回復量はここまで劇的なもんではなくて、でもさ、これどうなのかこれご飯死んじゃうんですよね。あ、ブルフェさんの差って回復量で まかないんだって思いました。ゴムで思ったけどさ、これダメじゃないですかね。逆なのかな、これ。あ、これもしかしてダメかな。なんかさ、あ、でも一応か、オートーちゃんとかオーチーちゃん見てるといい感じに白いね。まあ一応効果はあったかな。うん、イメージさん、ただカウフェリンってもうあれ以上回復しなくないね。もうすぐ勢いで下の方に痛くなってますけども、鍵が変わらないんで、取られないですね。ここまで攻め手がない。まあ、とりあえずもうダブル前でしただけで満足はしているんですけど、困るな。この2つをやった後に何かが欲しいですよね。うん、何をすればいいんだろう。なんか最大兵力に応じて武力が上がるみたいな兵力ありましたよね。なんかあったような気がします。そういうのを打つと面白いなと思って、ただ、ミスターの特急の手、まだ及ばないか。ただ、スローでの回復量が減るんじゃない？だから、まあ、スローでの回復量が減っちゃって、真っ白にできないってことですよね。だから、まあ、こういうの使ってもいいんですけど、でもこれって関係ないか、上下はこれで回復するんだから、別にリンシちゃんいらないですよね、この計略って、中継で。驚きの白さなんでね、でもこれ、2枚掛けでも十分強いですね。2枚掛け十分強い。やっぱりね、回復の前とかで組み合わせないと認識を出せないっていう気はするよね。まあ、ジョジョ回復系かな、ジョジョ回復系はありなのか。だから、劉備とか、あの、強者、強者とか、まあ、他にもありましたよね、ジョジョ回復。王三条とか、王三条はちょっと微妙かな、見れば分かんないですね。あとまあ、実際、なんならあれか、そっか、むしろ良かったのか、あの、石連れでも。あはは、大丈夫ですよ。石連れでもありありだな。石連れも結局回復はするので、でも上限超えて回復はしないんで、そこをリンシちゃんで補ってあげる。そうすると結構、パソコンを増やしてます。とはいえですけどね。困るなぁ。はい、というわけで。というわけで、ありがとうございました。まあ、知ってました。この結果は見えていました。まあ、なんだろうな、もうちょっとね、一工夫欲しかったかもしれないですけどね。ただ、とりあえず、舞姫二人を守りたいっていう構築にしちゃったんですよね。いきますか。反省会。反省会の時間ですね。ちょっとね、あとマイクが、もしかしたら、この動画、やっぱちょっとね、お試し感はちょっとあるんですよね。ちょっとね、三国志大戦の動画撮った時の、音量バランス、ゲーム音との音量バランスがちょっと怪しい可能性があるんで、もしかしたらやっぱり次からマイクブースト入れちゃうかもしれないです。そしたらちょっと若干ノイジーになるんで、そこはちょっとお許しいただきたいかなと。どうもね、無理なんですよね。なんかね、うまくそのバランスというか、調整はしてて、一番いい設定にはしてると思うんですけどね。なかなか難しいですね。はい。反省会、まあ、ないです。反省点はほぼほぼないです。もうほんと2人が舞うっていうだけをやりたかったんで、もう舞えたんで、まあ、満足は満足ですからね。もうほんとそれだけをやりたかった。やってみたかった。そうですね。まあ、でも
その辺にかけますよね。結局待ったところで待って終わりだもんね。でも難しいっすねこれね。なんかでもうまくやってる人いるんでしょうねこれ。これもなんかうまくやるとフルコンになるのかな。全員が真っ白に。でもさそこまで維持できないよね。12式か。12式でここに使わなきゃ、前2つに12式使わなきゃいけないんですよ。なんならコブの舞とかもあって、いやそれは厳しいでしょ。だトリプル舞で残り、まあみんな1コストでしたっけ。あ、わかんないな。多いって、多いだっけ、多い、あれ多いだったっけ、コブの舞って。結構コストが怪しいね。まあリンシちゃんとカンフジは1コスなんだけど、まあ言うてですよね、残り結局5コスか最悪 4.5 コスで戦わなきゃいけないっていうのは相当無理があるよね。まあなんかいい方法があるでしょう。多分私がまだ持ってないカードとかね、もう最近ちょっとやっぱりその一回なんかカードを眺めるなんかね動画とか作ろうかな。ちょっとお勉強したいかも知らないカードが多すぎて、自分が持ってないカード全然知らないですよね。あと使われたカードはなんちょっとがっつり使われたら覚えますけど、あとはまあ頂上とかで見たやつとかね覚えますけど、しっかり守りましたけど、シャナと強かった。で回復量がね、まあこのバージョン、まあ多分今 D と、あ言うて今これが C なんで D と E か、まあ E は確実にここ関係ないんで D で、でも確かカンフジに手こ入れ入ってなかったりするんで回復量このままかな。確かに間隔はめちゃめちゃ短いんですよね。どうなんですかねこれ、実質間隔、まあ多分強化はされてるんですよね間違いなく。回復量はどうだったのかいまいちわかんないです。多分的にこの間隔が短く、めちゃめちゃ間隔が短いですよね、もう。すげえ間隔早い。ね。なんだけど、回復は結構じわじわなんで。ちょっと気になるのが、これはいい判断だよね。ここでさすがにリンシちゃん待ったら即負けだもんね即負けっていうか、2人とも回ることはできなかった。カンフジが絶対しちゃうから、子供といいことしてますよね。このレッドさんのスルーするここはしっかりとコハンが連続するぐらいはやればよかったんで、これちょっとね死なないと思ってました。回復量めっちゃ回復量ていうか、なんかカンフジに強化されたんだったら武力3差ぐらいは全然もう置いときゃ余裕だろうなんて思ってました。ダメ、全然ダメでしょ。回復量よりも減る量の方が多いんだから、どんどんコハンがみるみる出てきますね。みるみる出てきます。動かしてたら微妙にちょっと動かしてた。ここで見えなかったのあれが見逃さないように、城内での兵力回復速度が下がる。まあ一応回復はするんだね。だからまあその気になれば真っ白にしながら戦うこともできなくはないっていうね。なんか言いましたよね、本当その最大兵力に応じて効果が変わるっていうような、武将がいたはずなんで、そういう兵力 200% から打つ何かっていうのは多分ありなんです。でここでまあ大鬼神あたりがちょうどいいのか、大鬼神が多分結構接触しないで、王刀と大鬼神このあたりが結構回復していくんだろうね。あとリンシちゃんか、リンシちゃんが多分、あ、そうか、シンプルに思った、当たり前じゃん、カンフジンって自分回復 しないのか、しないんですね、カンフジンで。そういえば自分自身は回復できないから、白これ以上白くならないわけだ。当然まあ、まあ結構大きい人見てると、これでまあ回復力が目に見えますよね。まあそれはまあむしろ通常力が見えるか、当時の力が変わらない、回復したところでなんですけどね回復量よりも完成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 。さすがに回復の前とは言っても城使わないのは良くないかなっていう気がします。少し城入って回復したら分かって、あでも言うてたな、ここまでどうなんでしょうねどうなんでしょうね、もう守れないから。あとはまだ僕です。お疲れ様でした。なんかもう少し欲しいですよね、何かが欲しい、何かというか、まあここ2枠2コスト固定で残り6コストで何かを起こすっていう感じですかね。
チュ外せない気がするけどね。コーチュ入れちゃったら残り4コスト誰で戦うんでしょうね。でもなんかそういうコンボがあるって聞いたことはあるんですけどね。だからリンシちゃんってなんかすごいカードとしてはすごい人気のあるカードなんですよね。なんだろう、イラスト補正なのかな、わかんないけど。なんでまあそういうね、あれもあるのかもしれないですけどね、私の知らない何かがね。食軍のカードね、割とまだまだ持ってないとこがいっぱいあるんで、ちょっとカードを眺める、動画ちょっとね、自分用のまああとはね、まあ言うてですけどね、カードはまあ結局ドットネットただ眺めるだけなんですけど、まあ私大したこと言えないですけどね、私なりの、まああとまあどっちかというと警告能で喋る動画をまた上げようかなとは思うところですよね。はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。残りあと2試合です。9試合10試合やって、食軍対戦終わりなんで、パパッとって言い方も悪いですけどね、撮って、あとまとめ動画上げて、でその後官軍対戦の動画出していきます。ではではお疲れ様でした。バイバイです。